さん、明けましておめでとうございます。本年も、どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでして、ちょっと動画投稿してない間に2017年が終わってしまいました。すいません、大変申し訳ないです。多分これのカメラにしてから多分あれなんだよな、動画投稿してないんですよ。カメラというか携帯をちょっと変えてですね、iPhone からファーウェイの P10 ライトという機種に変えました。なんでなんか動画のまあ質感が若干違うなとは思うんですけど、僕が撮っててちょっと違和感があるんですけど、まあでもやっぱ綺麗になってると思いますね。はい、まあそんな感じで、まあちょっと今日も、まあ、若葉なんですけど、いただきます。私お休みは28かな、8からもらっておりまして、今日が何日だ、3ですよね多分ね。3なんで、今日4か、ダメだ、頭が悪すぎてわけわかんなくなってる。今日は3ですね、だから5からなんで、明日までですね、明日まで休みです。まあなんで実質今日が最後というか、ゆっくりできるのは今日で終わりという感じですね。まあちょっとやっぱ連日ね、飲み会やら忘年会やらっていうことで、まあお誘いいただいたりして、まあ僕札幌に住んでるんです、すすきのなんですけども、っぱらまあ出て、まあ飲むのはいいんですけど、寒いんですよ、もう異常なまでに寒くて、多分体調を崩しましたね。朝起きたら、まあ朝じゃないな、午後起きたら鼻がおかしくなってて、別に喉は痛くないんですけど、全然で具合悪くもないんですけど、なんか鼻が調子悪くて、あ、これちょっと風邪ひいたかなっていうところです。もうちょっとひげも生やしすぎました。まあ明日には剃らないといけないですね。頭もちょっとでかくなりすぎましたね。まあ寝癖なんですけど、皆さん今年1年はどういう1年だったでしょうか。うん、僕は特に、これと言ってないですね。まあちょっとこれを撮る前に、この携帯に変えた瞬間に動画撮ったんですよ、実は。まだ出してないんですけど、出してないっていうか、もう出さなくていいかなと思って、長くなっちゃったから。まあ最近買ったものの一つで、Amazon プライムセールじゃなくて、なんだっけ、サイバーマンデーで買ったラムダッシュ、パナソニックのラムダッシュ。まあ僕ちょっとまあひげが濃いんで、ずっと T 字カミソリでやってて肌がすぐ荒れるんで、まあこの際だから買ってしまおうということで1万7000円でした。多分まあ上位機種だとは思うんですけど、これ買って自動洗浄機もついてて、まあいいですねこれ。不快感なく剃れるというか、まあまずひげが剃るのが短時間で剃れるっていうのがいい。まああと僕この顎の下くせ毛で、こういう向きに生えてるんですけど、こういう感じでひげを、寝てるひげを起こしてくれるっていう機能がついてて、ひげセンサーモードっていう、それはあれか、ひげが濃いところは強く剃って、弱いところ、薄いところは弱く剃るみたいな。まあ、いずれにしてもちょっとまあそのひげ起こして剃るみたいな機能がついてると思うんですけど、これ
まあ、それの威力も試したくて買ったんですけど、やっぱりね、こう生えてるものにこう当ててもね、やっぱ一回じゃ剃れないですね。こっちからやっぱり当てないとちゃんと綺麗には剃れないですね。綺麗にっていうか深くは全くこうやって剃っても見た目的には問題ない。会社行ってお前剃ってないだろって怒られることはないんですけど、多分こっちの自分の感覚としてなんかやっぱ剃り残してるなっていう感じはありました。でも全然満足してます。 T 字カミソリよりは早いですし楽ですし、いいですね。やっぱ上位機種なだけあって、まあそんなところですかね。あとはなんだ、今年で言うと、まあビットコインとリップルは買いました。ビットコインとリップルだけですけどね。ネムとかダッシュとかいろいろありますけど、僕はちょっとビットコインは一応何買うにしても必要なんで一応買っといて、リップルを買ってます。リップルだけですね、持ってるのは。ビットコインとそれぐらいかな。あとは特に何もないな。合コンを今年結構開いたなっていう感じですね、僕が主催で。僕が主催で開いて開いて楽しくていいんですけど、まあ僕は何のあれもない、その後に発展するものも何にもないですし、僕が開くだけで誰も開いてくれないっていう、まあいいんですけど、まあそんなところですね。今年はあとは、まあ、旅行に行ったりとか、お盆に青春18キップで札幌から下は博多まで行きました。それと社員旅行で三重に行ったぐらいかな。東京は2回行ってるんですけど、そのお盆休みで東京も寄ったんですけど、それとは別に東京だけ別で行ったりとか、そんぐらいですね。特にあとね、趣味でバンドを組みました。もともと高校の時からずっとギター、まあ、下手なんですけどやってて、で組みたいなと思っててなかなか組めなかったんですけど、友達誘って組んだはいいんですけど、僕も、まあ、ブランクがあって下手ですし、ベースをやってくれてる人もやってたんですけど、まあ、ブランクがあってもう忘れてると。もう弦チューニングしてる間に弦を切ってしまうほど忘れてると。でもう一人ギターいるんですけど、僕のバンドはそのもう一人ギターやってくれてる人はズブの素人で、まあちょっと教えながらやってて、まあ楽しいんですけど、でドラムをドラムだけ2人というか、まず最初に僕の友達を誘って、そいつもズブの素人なんですけど、ちょっと電子ドラム借りれる当てがあったんで借りさせていただいて、そいつに貸して、まあ了承を得てで借りれたんですけど、購入を前提に借りてたもんですから、じゃあいざ購入してよってなったら、いやお金ないってことで、早々に脱退することになりまして、で今度その電子ドラムをもともと持ってた持ち主に、いやお願いだからちょっとドラムやってくれないかってことで頼んだらいいんですけど、まあその彼とはちょっと音信不通になってしまいました。もともと連絡がそんなマメなやつじゃないんですけど、いいやつなんですけど、連絡がマメじゃなくて、練習この日にやろうよって言っても全然連絡しても繋がらなかったりとか、そういうことがあって、まあ多分実質抜けたと見ていいんでしょうけど、ということでちょっとドラム困ってます。ドラム誰かやってください、お願いします。札幌に住んでて何だろうな、社会人の、仕事の合間を見た、時間を合わせて趣味程度にやるバンドなんですけど、それでもよければ誰かバンドドラムやってください。結構これはマジ結構切実なお願いで、僕年齢が今年で25ですね。今24なんですけど24なんですけど、まあ、大体そのぐらいの年齢の人で札幌住んでて、やってる曲が
シュガーカルトっていう、グリーンデーがこうで人気出て、その後に続いてきたようなそのポップパンクって言われてるようなバンドなんですけど、まあ今活動全然してないんですけど、解散はしてないみたいなんですけど、まあ僕そのバンドがすごい好きで、そのバンドのカバーを今必死に1曲だけ練習してる状態なんですけど、なんで割と音楽性が合う人がいたらいいですけどね、なかなかむずいんですよね。あのなんかバンド募集サイトにでもみたいなやつにも募集かけてたりするんですけど、全然やっぱりあの素人が1人いて、他の2人僕も含めて経験はあるんですけど、なぜ下手なんで誰もやってくれないっていう。なんで誰かこれ見てて、これを見てくださって登録してくださってる方の中にこう札幌に住んでてドラム叩けますっていう方がいたらぜひお願いします。まあどうかな。いやーでも今日も本当は今日ぐらいなんで、今まだ7時8時前ですけど、夜の本当はちょっとすすきの出ようか迷ってるんですよね。体調悪い、あんま良くないんですけど、ちょっとせっかくの休みなんで、まあお酒は別にもう飲まなくてもいいんですけど、最後ちょっと風俗ぐらい行っときたいなっていうのはあるんですよね。迷うな。これからちょっと出るのも億劫だしな。まあ別に車で酒飲まないんだったら行けるんでいいんですけど、いやちょっと今考え中です。もっか、まあそんなところで、あの新年の挨拶と、まあ近況報告というか、まあどんな1年だったかなって自分でまあ振り返るための動画でした。あとはなんだ、まあこんな感じでちょこちょこ動画投稿していけたらいいなと思います。まあ大してこんなくだらない動画なんですけど、一応チャンネル登録してくださってる方何人いるんだろう。150人、150人もいるんだ。すげえ、我ながら150人。いやまあ少ないですけど、そのなんていうんだ、昨今いっぱいいる YouTuber の中だと、まあ、全然うんこですけど、僕の中だと結構すごいなっていう。最初だって100人にも行ってなかったし、50人にも行ってなかったような気がするな。もう身内だけみたいな、一定のごく限られた身内だけが登録してて、で、あの YouTuber だっていじられるっていう、何も YouTuber なことないんですけど、まあそんなところで、まあ、新年のご挨拶含め、あのまあ今年一年よろしくお願いしますっていう動画でした。まあそんな感じで、もう13分になっちゃってるんで切りたいと思います。では明けましておめでとうございます。また投稿します。ではカメラこっちか、失礼します。